許して。あなたの復活を食い止めるには、殺すって、星原さんの力でそいつをやっつけることができないの？ごめんなさい、方法はこれしかないの。ちょっと待って、そいつの復活って何なの？人を殺してまで阻止しなきゃいけないことって何なの？嘘よ、あなたは神岡さんの力を使わなければ何もできない。神岡さん、大丈夫ですか？いいんですか？誰だ！神岡さん一人にはしない。力の解放が間に合わなかった。星原さん、ダメ、喋っちゃ。麻生さん、ごめんなさい、勝手に記憶を。ううん、謝るのは私だった。星原さんは正しかった。ありがとう。でも忘れるわけないわ。事件が解決したらみんなが忘れて日常に戻ります。事件が解決したら一緒にお買い物に行きましょう。校内放送に暗号化した思考命令を出せておきました。事件が
そして星原ゆりの存在が消えていた場合、私に関する記憶、記憶は全て消えます。そんなの嫌！絶対嫌よ！それにあなたの存在が消えるって何よ！神岡さん、好きって言ってくれて嬉しかった。私も神岡さん好き。今度はちゃんと言えた。麻生さん、してるの？一緒にお買い物行けそうにないですね。ゆり！ゆり！ごめんなさい。Thank you.
前からずっとよ。
ミオカさん。ごめんなさい。バカね。なんで謝るのよ。